南部重直は、江戸時代前期の大名。道の区国森岡藩の第二代藩主。藩位は、十五位下、山城守。南部二十八代当主。慶長十一年三月九日、初代藩主、南部都直の三男として、江戸桜田屋敷にて誕生。藩営九年、父の死去により、家督を継ぐ。藩政においては、祖父、南部信直の時代に着工した。 森岡城の築城工事を完成させるなど、森岡藩の基盤がために専念した。荒烈な性格であったという。実施はなく、さらに抜閣に列士不大大名になろうとしたとも言う。そのために、堀田正盛の公用紙として、かつ氏と名乗らせ養った。官営十二年四月、参勤交代に投下地産した。徳川家光の歓喜を受け、翌年まで南部藩江戸屋敷にて、 執況処分を受ける。前年から武家諸法度に基づき開始された初の参勤交代での出来事であった。漢文4年9月12日、江戸で死去した。去年59。茂直は四大将軍、徳川家綱に、後継者の選定と南部家の存続を事前に願い、茂直の死後、家綱は裁定して、茂直の弟、七戸茂信に二万国憲法して、 森岡八万国を与えて、家を継がせ、同じく弟の中里直義に新規に八個二万国を与えて、別家を起こさせ、事実上の分割相続を行った。はじめ花は茂政と称した、七の部茂信は南部茂信、中里直義は南部直房と名を改めた。寛永二十年七月末、オランダ戦ブレスケンス号の乗組員が、 森岡半領山田浦に上陸し、捕獲された。ブレスケンス号事件と呼ばれる。船長以下の船員は、江戸に護送されることになったが、まず、森岡城に連行された。船長のスハープは、城壁のある町に来たので、この町で、多分大漁主あるいは小さな国王の前に出るため、このようなことが起こったのだと気づいた。様々な木のある庭園や、 いろいろな店を連ねた大通りがある。この美しい街を通って、町外れにある大きな屋敷の木造の高い門の中の離れに案内されたと日記に城下町もリオカの印象を記している。藩主の茂名は当初、彼らを密航した宣教師ではないかと疑い、通訳の役人に、ポルトガル人、スペイン人、フランス人、イギリス人、デンマーク人、スウェーデン人、 クレタ人ではないかと質問させた。また十字架を差し出して祈祷するように言った。彼らはこれらを拒否しオランダ人である、と答え、また、皇帝の許可を得て、長崎で交易をしたり、毎年江戸で皇帝に配列し贈り物もしていると、答えた。藩主は、さらに彼らを試すため、踏み絵に用いる聖母、マリアの描かれた銅板を差し出し、これに切奮するはずだと言った。 しかし船員たちは反対に銅板に唾を吐き、これを砕いてもよいかと尋ねた。これを聞いた藩主は大笑いし、彼らが宣教師などではないことを確認した。また、船員の一人は、正論等でポルトガル人から受けた傷を見せ、ポルトガル人はこういうことをする我々の旧敵であると答えた。こうしたアピールは藩主に気に入られた。その後、 船員たちは2週間ほど森岡に滞在し、低調なもてなしを受けた後、江戸へと出発した。スハープの日記によると、滞在中彼らの身辺の世話をしていた役人は、涙を流し別れを惜しんだという。父、南部としな直。ありがとうございます。